犬種名は、現地語で、早いを意味する言葉に由来する。別名は、キルギスボルゾイであるが、ボルゾイとの関わりは、全くない。約4000年前から存在していたとも言われている、かなり古い犬種である。サルーキが、現地に持ち込まれて、山岳療養に改良されて誕生した。主にヤギの野生種や羊、キツネ、アナグマ、オオカミ、ヤマネコの狩りに使われた。 パックもしくは単独で狩猟が行われ、起伏の激しい山の中で頭脳を駆使して追いかけ、逃げられないような場所まで追い詰めて捕らえた。元から地域限定で数の少ない犬種ではあるが、他地域から入ってきたタズイやアフガンハウンドとの交雑が進み、絶滅の危機に陥ってしまった。 しかし、歴史ある古代犬種を絶滅させまいとして、キルギスとロシアがブリーディングを進め、現在では、世界中に1 0の体岸が飼育されるまでになった。なお、数は、このように年々増加しているが、ほとんどがキルギスとロシアにしかいないため、日本では飼育されていない犬種である。今まで長年の間、どのケネルクラブからも公認されて、いなかった犬種ではあったが、2009年に、 ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、ウズベキスタン、エストニア、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、ポーランドのケネルクラブによって本種が公認犬種として登録された。しかし、フシーには未だ公認されていない犬種である。サイトハウンドのため、マズル、首、胴、足、尾が長い。耳は垂れ耳で、尾は縦に角張ったら線を巻いた垂れ尾。耳、尾は、 飾り毛がある。コートは、ウェーブがかった厚いロングコートで、ダブルコート構造のため寒さに強い。このコートは、原産地が、高度 3000M の寒さが厳しい山中であったため、発達した。毛色はいろいろであるが、獅子とお腹、お先、マズル額のフレーズなどはホワイトである。体高65から70センチメートルの大型犬で、 性格は穏やかで落ち着きがあるが、勇敢な一面もある。状況判断が良く、しつけの飲み込みも早い。体力は、凄まじく多い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年。ありがとうございます。